書道。この文字を芸術にするっていう文化っていうのはヨーロッパにないですよね。うん、あの中国とあとねあれがあります、イスラムあります。イスラムはあのアラビア文字のですね書道ってあるんですよ、ちゃんと。うん、まず写真を見ていただきまして、これもう見た目違いますよね。 A の方は非常にこの線の細いあの繊細な細やかなデリケートなスタイルですよね。対して B は非常に骨太なですね堂々たるあの書体ですよね。でこの線の細い方がこれが扇子で、線の太い方が顔真です。扇子と顔真ね。まず時代ですね。時代が南北朝、下が五胡十六国で、南があの漢民族の東晋ですねの貴族に生まれた扇子さん、その彼の別荘がこの蘭亭っていう別荘があって、でそこにですね貴族仲間を集めて宴会を開くんですけども、曲水の宴っていうのを開くんですよ。うん、でこれは何かというと貴族ですからね、あのお庭はすごいんですよ。お庭の中に山があり谷があり川が流れてるんで、それでそのお庭を流れてる川のほとりにちょっと離れてみんな座るのね。座ってそれでみんなその漢詩を書く用意をするんですよ。じゃあ今から始めるよって言って、であのお酒を入れた杯をその川に流すの。うん、でこれが流れてくるまでに詩を作ってで発表しないと、はい罰ゲーム飲め、こういうですね宴会やったんですよ。で最後はみんなベロベロになるってですね。でその時に作った詩を集めた、うん、その序文を書いた、これが蘭亭序ですね。でこれはですね、あの書道やった人はわかると思うんですけども、もうこれが今でもですね、その書道のお手本になってるんですよ。うん、書とはこういうもんであると。はい、顔真はですね、唐です。はい、大唐帝国の彼は地方長官だった人で、うん、やっぱりね、なんかそのほら唐ってね強かったからね、やっぱりそういう時代のですね感じしますね。で彼は安史の乱が起こった時に兵隊を率いて安禄山と戦ってんですよ。うん、だからまあ武闘派ですねこの人ね。はい、顔真。絵画を見ていきましょう。実は寛大に描かれた絵画は1枚も残ってません。全部焼けました。はい、で残ってるのはここからで、さっきの扇子と同じ頃のですね古外子、はい、古外子の描いた女子神図。もともとですね女子神という書物がありました。その挿絵を描いたんですよ。女子神の挿絵で、この神というのは、戒めとか教訓という意味ですから、女性たちの戒め。うん。女性はこうあるべきだ、あるいはこうあっちゃダメですよ、みたいな、そういうお説教を集めた本なんですね。女子神というのは、その挿絵。で、例えばこういう、ね、鏡を見てお化粧してる方、ね、髪を結ってもらってる方が描いてあって、で、ここの、この女子神は何て書いてあるかと、このように身を飾る女は多いが内面を磨く女は少ないこういうですね、ドキみたいな、ね、そうですね、はい、これ うまいと思います、ね、下手ですよねひどいよね、まあ、このレベルだったんですよ、あの中国の絵画っていうのは。うん、あそこはね、なんか文学とかはすごいんだけど、なんか絵画がダメですね、全然ね。え、例えばそのギリシャローマに比べたら全然話にならないでしょこれね。そう、まあこんな感じで、ちょっと間があって、次の隋唐になるとですね、いいですか、これが変わるんですよ。これがですねこうなんですよね、これが隋唐ですよ。うん、やっぱすごいね。はい、これはあの円立本という人が書いた歴代帝王図鑑という歴代皇帝の肖像画です。これは隋の文帝要件の肖像画ですね。うん、非常にこうリアルになったね。
で、まずその中国絵画っていうのは、人物画から始まりました。はい。で、これ、ほら、背景が全くないじゃないですか。ね。ちょっとね、風景画は遅れたんですよ。で、さっきのね、この古賀石さんの描いた風景画って一応あるんですけどね。これ。これひどいよね。これひどいですよね。このレベルなんですよね。で、これがまたね、東大になるとガラッと変わるんですよ。東大になると。じゃーん、ほら。あ、まともになったね。ほう。これが、李士君ですね。李士君。うん。あ、彼はですね、李さんですね。李さんっていうと、そう、これは東王朝のですね、皇族ですよ、ほら。唐の皇族。だから李さんですね、李士君。はい。で、こういう人たちっていうのは、宮廷で雇われて、政府からお金もらって、皇帝のために絵を描いたんですよ。うん。で、この、宮廷のですね、美術館があって、都外院っていうところ。ここに雇われてたんで、院体画と言います。院体画。はい。そして、さらに次の宋代にこれが、まあ一番発達してですね。例えば、これ。張沢丹の生命状画図。これは、宋の都開放を描いた。開放を描いた。で、こういう街並みですね。一軒一軒のお店の中まで全部書いてあって、すごいリアルで、当時の宋の時代の生活がもう全部わかる。これが生命状画図。はい。そして、この方ですね。奇想皇帝。うん。水古典に出てきたけども、はい。宋の皇帝ですよ。奇想皇帝。で、この人は自ら絵筆を握ってですね、絵を描きまくった人で、まあ、芸術家タイプだった人なんですよ。奇想皇帝。切って、ここ横棒が入るから、これ注意ね。で、この彼の、まあ、最高傑作ですね。東球図という、桃の枝に鳩が止まった図。この鳩のリアルさを見よ。これも明らかに本物の鳩を見て描いてますよね。だから、俺ヨーロッパで言ったらあれですよ。リアリズムですよ、リアリズム。ね。そしてこの人の不幸はですね、あまりにもこの芸術に没頭しちゃったためにですね、政治を顧みず、もともと政治に興味がなく、で、気がついたら、金に攻め込まれちゃって、で、金軍に拉致されて、北方の森の中で死んだというですね、これが成功の変ですね。もう一個の流れ、こっちですね、文人画と言います。文人画。はい。文人というのは、科挙官僚、士大夫が趣味で描いた絵です。うん。趣味で描いた絵。で、特徴はですね、墨一色、白黒です。うん。いわゆる水墨画ですね。水墨画。カラーじゃありません。これですね。これは詩人として有名な大井の描いた設計図ってやつで、雪の景色ですね。雪が積もった村の様子。地味ですけども、なんか、じっと見てると味わいがある。深みがある。うん、深みがある。これが文人画ですね。こういう感じですね。本当にこれ、筆一本、墨一色で描くんですよ。これ詩人の李白が描いた、李白の絵ですね。このあたり、この、筆で、ピュッと、ピシュッ、これだけ。ええ。でも、それでも、リアクだってわかるんですよ、これが。うん。だからこれね、ヨーロッパで言ったらね、つまりこれ印象派なんですよ。うん。はい、次が、元明の時代です。これは、元の画家、高工房っていう人の描いた文人画ですけども、この山のね、岩の描き方ちょっとよく見てくださいね。もう一枚見せますよ。いいですか？はい。これは何かっていうと、これはですね、イランで描かれた細密画と言います。ミニアチュールと言います。はい。それで、
モンゴル帝国が南はチャイナを支配し、西はイランまで行きますね。イルハン国。だから、チャイナとイランがですね、一個になったんですよ。その結果ですね、中国絵画が向こうに伝わったんですよ。で、イスラム教徒っていうのは偶像禁止だから、非常にその美術についてはちょっとこう敬遠していたんでね、もう何も描かない方がいいってことで。ところが、その中国絵画入ってきたんで、これが、ちょっと真似したんでしょうね。真似して、中国絵画っぽいイスラム絵画ができて、これをミニエチュールって言うんですよ。だからこの岩の表現がそっくりだし、あとね、面白いのは人物がなんとなく顔がですね、中国人なんですよ。イラン人なのに。これお手本がそうなんですよね。はい。次は、陶磁器を見ていきましょうと。ね、陶磁器。土器とどう違いますか？はい。土器っていうのは粘土を焼いただけ。だから、植木鉢みたいなもんですよ。水を通しちゃいます、あれは。水通さないように、表面にガラスの膜を作るんですね。で、ガラスの粉を水に溶いて、で、その土器をジャポンと入れて、表面にそのガラスの粉をつけてから焼くと、溶けて薄い膜ができて、ピカピカ光ると。これが陶磁器ですよ。はい。そしてこれが、唐代から広まって、唐三彩と言います。唐三彩。緑と黄色と茶色ですね。これが三彩です。はい。で、これは、まあ、貴族の使った食器、あるいは貴族のおもちゃですね。一般庶民はまだ土器使ってました、この頃は。で、これ面白いの、これ明らかにこれイラン人ですね。長安にいっぱいいましたから、イラン人が。ラクダの乗ってるイラン人。で、その次が、宋代ですね。宋代は、青磁。青い磁器。青磁と言います。はい。白磁ってのもありますね。青っていうか、なんか緑と青の中間色で、これはどういう色が出るかは、その土の質とか、あと温度で全部変わるんですよ。だから焼いてみないかわかんないの、これ。これなんとも言えないこのブルーですね。これが青磁ですね。で、この青磁を盛んに作った場所が、景徳鎮ってやつで、だから、宋を代表する、その陶磁器の産地ってのは、景徳鎮ですね。だから、景徳鎮は地名なんですけども、あまりこれが有名になっちゃったんで、もう景徳鎮っていうと、もう陶磁器のことを意味するとなりました。次、元朝です。はい。元朝で、これがですね、劇的に変わりますよ。劇的に。ドン。はい、こうなります。おー、って感じ。ね。はい。白にブルーですね。白にブルー。この鮮やかなブルーですね。で、これを、聖花、青い花。日本では、染付と言います。聖花または染付と言います。この青はどうやって出したかというと、コバルトという鉱物です。で、もともとコバルトはですね、イスラム教徒が、モスクの、タイルに使ってたんですよ。これ。このブルー。で、やっぱり元朝の時にイスラムとの交流が増えて、で、このコバルトが入ってきて、じゃあこれを陶磁器でやってみた、ができたんですね。だからこれは本当にね、中華文明とイスラム文明の融合作品なんですね、これは。そして最後、明ですね。明が、五彩と言います。はい。3歳から5歳に増えました。これが明清以降、まあ今に至る中国の陶磁器はこんな感じになりました。はい。なんかよく中華料理店にあるようなやつですね。まあ、彼らはこれが素晴らしいと思ってるんですよ。ね。多分、日本人の美意識に合わないです、これね。で、日本人の美意識ってどこですかって言うと、まあ大体これか、せめてこれでしょうね。はい。ということで、終わりました。